ジョン・ウィリアム・ウォーナーはアメリカ合衆国の政治家。ニクソン政権で海軍長官を務めた後にバージニア州選出連邦上院議員を5期30年間務め、その在任中は議事運営委員長、軍事委員長を歴任し、上院共和党の重鎮として重きをなした。2008年の改選では出馬せず連邦上院議員を引退した。 なお公認であるマーク・ウォーナー上院議員とは、生が同じウォーナーであるが、二人の間に血縁などのつながりはない。1927年2月18日に、ワシントン DC にて、ジョン・ W ・ウォーナーとマーサバド・ウォーナー夫妻の間に誕生した。彼は、セント・オルバンズ・スクールに入学し、その後1945年2月に、ウッドロー・ウィルソン高校を卒業した。 1945年1月の18回目の誕生日の直前に彼は海軍に入隊した。翌年まで勤務して、五町の階級で退役した。その後はシントンアンドリー大学に入学して、ベータシータパイのメンバーとなり、1949年に卒業した。そしてバージニア大学法科大学院に進学した。朝鮮戦争が勃発すると1950年10月に、 海兵隊に入隊し、韓国で第一海兵航空団の地上士官として勤務した。彼は戦後も海兵隊で勤務し、大尉まで昇進した。その後学業を再開し、ジョージ・ワシントン大学法科大学院で学び、1953年に法学位を取得する。その年彼は連邦コース裁判所の E ・バーレット・ペティマン裁判長の下で事務官として働く。 1956年に連邦判事のアシスタントとなる。1960年に弁護士となり、カークランドエリス法律事務所に加わった。1957年に美術収集家のポール・メロンと、その最初の妻であるメアリー・コノバーの娘にして、アンドリュー・メロンの孫であるキャサリン・コノバー・メロンと結婚したが、二人は1973年に離婚した。 その間には3人の子供のバージニア、ジョン・ジュニア、メアリーがいた。キャサリンは現在キャサリンコのバーの名を使用している。1976年12月4日に女優のエリザベス・テイラーと再婚したが、2人は1982年11月7日に離婚した。2017年時点でテイラーの元配偶者で生存しているのはオーナーのみであった。 2003年12月15日に不動産業者及びホワイトハウス職員であるポール・バンダー・マイデの未亡人であるジャンル・バンダー・マイデと再婚した。2021年5月25日にバージニア州アレクサンドリアにある自宅に行って心不全のダメ94歳で死去した。ありがとうございます。